全然悪くないけど、一番いい時のね、ハビーニョと比べられる感じがするからね。ね飛び込んで置き去りしてく気する人は飛び込まないというか、距離詰めないことによって起点ができることは気づかないんだよね。それでもロコンガの現象でそれ起きてるからな、アセナの時うこれ守備でロコンガ縦ずれしないからダメなんだよとか、マカリスターとかソボスライのところでも起きてるからね。今日もソボスライが縦ずれ遅いから、フォワードの後ろのところで起点できかけてみたいな、よくあるけどね。でもそっちは言われないじゃん。 で、エンド飛び込んだとか後ろ人数足りてって、ファンダイクとかマティフとか出てこれるからさ。あそこ行かないで、前向かれて、裏にボール出されてるのがやばいから。それが、取り切れそうなところとか、あと取られなそうなところは、改善が必要だけどね。やってる行動自体は全然間違ってないから、で、もうエンドを当たる場合ね、ちゃんと自分に矢印向けながら頑張れる選手だから。大丈夫っすよ。大体俺が大丈夫って言えば大丈夫なんだから。<laughs> 俺がやばいって言った選手やばいじゃん。 エンドのね、あの、得点シーンはね、あの、エンド自体のマーカー外す動きが良くて、一回相手のマーカーの背中入ってるでしょ。で、そこから前出てきてるじゃん。まず、あの、相手の背中に入るっていうのを自然にできる選手って少ないから、特に中盤の選手がもっと少ないからね。フォワードでもできない人多いし。それが一ついいなっていうの。だって、それこそダーウィンとかってやる時もあるけど、常に意識してないから背中入れてなくて、結果クロスの時に相手の前で捕まえられてるってめちゃくちゃありますからね。 リバプールのフォワードでもできてない動きをあの瞬間でね、遠藤渡るできたらすごいっていうのは一つ。で、もう一つが、クロスの時なんだけど、クロスって人狙うと思っちゃうじゃん。実際違うの。なんでかっていうと、ロングボールって人狙うと動けないから、後から相手入ってきて負けんのよ。負けやすくなるの。相手が相当ドフリーにさせてくれないと、先に落下地点入ったら負けるの。だからクロスも同じじゃん。基本的に。まあ、低いさ、ショートパスみたいなクロスじゃなくてね。こういう長いクロスって基本的に、 先に入ると負けるから、スペースに出すんですよ。だから、あの、ファーガーのこのゴールエリアライン上狙いって、うちのチームでは言ってるんだけど、そうすると後から入っていけるから、ボールも多少ずれるったりとかもするし。なんだけど、あの、アーノルドのクロスって、どういうクロス出したかっていうと、遠藤のことをマークしようとしている選手の背中にエンド入ったじゃん。この選手めがけて蹴ってるみたいな感じじゃん。で、実際は多分アーノルドは、ここで待ち合わせしてくれて前入ってきてくれればいいな、みたいな。ほん、あそこをきちんと狙ってああなったのはそうだと思う。 アーノードの場合すごい精度あるから、キックの。それ全然あると思う。だから、相手にぶつけるって大事なんだ。だスローインとかもそうで、スローインってスペースで待ち合わせてワンタッチで戻してとかいうのあるじゃん。でも、すごい相手のプレスとかきつかったり、技術的な負荷に耐えれない選手たちだと、いかにリスクを低めて前にボールを前進させるかって重要で、そうなると、スローインで、スローインってオフサイドないからさ、待ってる選手のところに出すと、後から入ってきた選手にどかされながらヘディングで曲げる。何大事かっていうと、 相手に投げんの。そうすると、ボールに向かってくる相手は基本逃げちゃいけないじゃん。だから、待ってくれん。これをちゃんと開けてもう一回入ってこれるみたいな賢い選手もいるんだけど、上のクラス行くと。でも基本的には、ほとんどの選手が、スローインでこう投げたらこのまま立ち止まってるから。そこに後から入ってくるこれと同じ原理で、アーヌードのクロスも、相手にぶつける軌道で蹴ってて、その前に遠藤が入ってるから決めれるっていう。だからあれは、理由が詰まってるんですよねだからクロスポイント、あの、クロス入ってくるときに、 早めに中入っちゃいけないんですよ。ペナルティーボックスよりも外だったら、クロスを待つ選手は、ペナスポよりも手前にいなきゃいけない。でエリアの中に入ったら、それより奥でもいいけど、いいっていうか、そうじゃないと間に合わないときあるけど、エリアのより外のクロスだったら、どんな速いクロスでも、ペナスポよりは後ろにいないと、立ち止まる時間があって、先に落下地点入ったりとか、早く入りすぎると、ボールが後ろに流れた時に合わせられない。でも、後から入ると、思ったよりもボール手前だなって時に、減速したりとか、スタートを遅らせるだけでいけるからね。 エンドウリーグ戦スターメンで出れるようになるには足元上手くなきゃダメなんでしょうか足元は上手いっすね。足が速くないとダメだね。リバプールの場合は本当あの、だって、クロップ欲しかったのってチェンバレンじゃないですか。ナビケーターとか可視化できるフィジカルで、エンドウに関してはその直線的なスピードが遅いわけじゃないんだけど、リバプールの獲得してる選手がみんな速いから、エンドウでも遅く見えるときがあるっていう。で、あとは、相手に寄せていくときに、半身小た。 みんなボール持ってる側でさ、いつでも加速できるときに、相手突っ込んできてくれたら楽じゃないずらせばいいから。なんだけど、みんなボール持っててさ、横向いたり、こう生体できてないときに突っ込まれると嫌じゃん。体当てられてボール奪われるから。だから、整体の時には突っ込まないで、基本はディレイで、でもスピードが完全に落ちてたり、相手があの保持してるボールに触れるぐらいの距離だったら寄せていいんだけど、距離ある中で整体してる相手に突っ込んでいくと、あ、突っ込んできてくれたっつってかわせるのよ。で、遠藤の場合は、 昔一回言ったことなんだけど、相手が横向いてる時ときと、まっすぐ向いてるときのやつで、ちょっとまっすぐ向いてるときにも取れそうなときに突っ込んじゃってかわされるっていうのがあるんだよね。今ディレイした方がいいのか、そのまま突っ込んでいいのかみたいなのが、これって本当に、その日の相手のスキルによって違うからさ、相手がエメルソンなのとベルナード・シューバーなのでは全然違うじゃん。どのぐらい寄せに行っていいか。それが、エンドの場合は、直線的なスピード。 普通のまっすぐ走るスプリントが他の選手よりもトップスピードが多分遅い。中で突っ込んでいくからかわされるのがちょっと目立つしはありますねで。本当にシンプルに足速くなるとかなんだけど、クロップの好みだとね。でも、普通に勝つかどうかのそのスタメンの基準で言ったら僕はエンドを入れてる方が守備ガッツに安定するから、僕自身はエンドをスタメンで使った方がいいと思うんですけど、リバープールで使われない理由はシンプル足の速さと、マカリスターに比べると足元が 硬いっていうとこが当然あるから。でも、マカリスタもミスるから。私、マカリスタン一列高い位置で使って、他の選手が前上がっていくときにバランス取る役割が一番いいから。得点力がまだついてないギュンドアンみたいな感じだから、マカリスタンって。悩んだら突っ込むって言ってました。それがね、いいときと悪いときがあってね、相手のレベルが高いとね、かわされやすい。で、半コマタっていうのは、ダッシュして相手に近寄っていくときに、大股で加速していくと切り返せないけど、半コマタンすると、次に切り返される方に方向転換しやすいんだよね。 エンドウ出れない理由は、その、もう本当に、他がパワーと技術どっちもあるみたいな。まあ、マカリスターは技術よりだけど、でも圧倒的じゃん、マカリスターの技術で。昨日はちょっと調子悪かったけど。あの位置で失わないで散らしながらミドルも狙えるみたいな。エンドウの場合、ちょっと失いそうだし、ミドルはやっぱマカリスターより落ちますからね。そぼすらいだけはもう絶対、なんていうのか、そぼすらいは存在が絶対じゃん、もう。シティリュー、デブライネみたいな。多少怪我してても出したいみたいな。 であと、フラフェンベルフか、エンドウかってなるんだけど、エリオットとかカーティスとか。あと、やっぱミルナー的役割になっちゃうよね。で、エンドウの話はね、リバプールさ、まあ、433でこういうふうに表記されるけど、昨日さ、サラーが3っていうより、まあ、途中この形にもなったんだけど、前に行って、ダーウンインとツートップの形だったでしょ。右のウィングに、確かエリオットだったじゃん。で、えー、マカリスターとソボスラいて、で、左のウィングにルイスデアスで休んだったでしょ。 この形になると、エリオットめっちゃ重要になるのよ。なんでかっていうと、左利きで右ウィング出身で、この角度で仕掛けられたりとか、ポゼッションの時もサラーが中入ってきます。その時のここをアーノードン取らせると偽サイドバックシステムできないじゃん。だから、右の外張れて、ここで攻撃ある程度絡める選手が必要になってくる。ってなると、これね、エリオットになるんだよね。 で、これで、エンドをここ、例えば、エンドをここ使う、ショボスライここ使う、マカリスターここ使うとかになると、これが可変した時に、ショボスライを右に張らせるとか、マカリスター右に張らせるとか、なんならエンドを張らせるとかになるから、ショボス、えー、ショボスライできるだけ大きいところ、あの、広い範囲に絡んでほしいじゃん。いろんなとこ顔を出して。マカリスターは間で受けるテクニックとか、ライン管にいてほしいじゃん。ってなると、張らしてここでサラーの中の攻撃力を生かす選手っていうのは、エリオットになる。 サラーが基本的に張ってて間取るって言うんだったらエンドを置いて、そぼすらい上がるっていう方式でいいんだけど、サラーが中入れたい戦術の時には、エンドは特性的に使えなくなるんだよね。こっち取らせなきゃいけない。だから今後またサラーが外取って、ここの間をそぼすらいが取ればいいとかになったら、また変わってくるけど、昨日の戦術だと、守備からサラーを中に入れるから、右外張って、なおかつインサイドハーフでもやれるっていうイリオットが重要って話でした。 そ,そこすら、貼るのが悪いわけじゃないけど、デブライネとかと一緒で、広い範囲に絡ませたい選手なんだよね。ハミディウケーのプロでもできてる人少ない印象ですね。その中でね、遠藤渡るはできてるからね。遠藤の場合、ワンカーみたいになって、他の選手がパスコース作ってない時に、自分はパスコース作ってるから、もらうじゃん。でも次の出し先のところを塞がれて、戻せばいいんだけど、前にボール持ってけっていう、そういうのを求められてるから。だから、遠藤と誰かで、 エンドここで、例えば、エンドここ立ちます、えー、アンードここ立ちますとかで、二人でポイント作れるんだったら、ここのパス交換できたり、こう当てた後前向きでエンドとかあるんだけど、アンヌードとかこうガンガン降りてくし、自由でしょ。なんなら、エンドに降りよって上着上がりの指示してたしね。あとはインサイドアウトは降りてきて、こう二人で取れるんだったら、ここで縦を塞がれてる時にこっちでとかあるんだけど、エンドしか立ってなくて、エンドにボール入った後に、他が詰まってて、戻しもできなくて失うみたいなシーンあったから、 この辺なんかがね、遠藤だけのミスにされるのは可哀想だなってこと。でもここでめっちゃ失わないマカリスタいるからさ。ただマカリスタよりも遠藤の方が守備のズレ遅れ少なかったり、ディフェンスラインが空いた時のカバーとか上手いから。だからちゃんと、それぞれに持ち味、長所短所があるんだけど、遠藤のミスの方が可視化されやすいから言われちゃうんだよね。で、ね、あそこにボールつけるじゃん、ここに。 だからやっぱ1点差の時はエンドこうで失わない、そうだから使いにくいみたいな。別にエンドもプレスタイス低くはないんだけど、マカリスタがすごい高いから。からここで絶対失わない選手になったらもうエンドマジスタメンでしょ。なんだかんだエンド起用するクロッパープは見捨ててないと見ていいんですか見捨ててないでしょ当然だって。ちゃんと遺跡金かけて取ってきてるからね。それよりもなんかこう、エンドのやられ方の場合ね、分かりや、あのね、可視化しやすいのは多いけど、エンドの いいところは可視化しにくいところが多いから。だからあの、ファビーンヨ的な選手を取れてたら、もっとミルナー的な使い方になってる。それはも、この人が絶対的なアンカーって人いないじゃん。だって、本来使うつもりなかったマガリスターを下ろしてるから。だからそういう人が冬来たら、ちょっと、かなり出番減るかなってありますけどね。入ュするの方がもっと、あれだと思いますよ。守備組織整ってない中で強度で行くから、エンドが批判されると思いますね。だって、後ろにね、ファンダイクマティップいないから、ファンダイクマティップいるから突っ込んでるのに、そこも危なくなるからね。 ね、アンドレ本人夏の移籍書でリバプルかオファーを受けてたことを明かしてました。結構今日ちょうどね、見ましたけど、アンドレ。どっちかというとインサイドハーフ型な感じだったけどね。守備の時のプレスバックそんな早くないし、ただ、ポテンシャル高いから、グラフェンベルチェアンカー版みたいな感じですけどね。とかまあ、ファビーヌよりもギマラインス型だよね。でも本当にあ、あの、あっちの方が確か無理効きそうだから、だからまあ見るなわけなんだよね。本当にあの、メンタルちゃんとしてて、 チームの戦術理解度高くてやれることやってくれて、でも足はあの遅いというか、トップスピードは足りないみたいな。でも見るのは見るなは大事だったじゃん。そういう感じ。さらにの後がまあ難しいですね。さらに残ってくんないのがね。やっぱりお、まあな、人によって価値観もあるし、年齢もあるからな。 是。